know we've seen better days. Life is just a game we play. You hold tight to the world you know. The hardest part is letting go. Follow me to the sunshine. Come and see what it feels like. Higher, higher than we climb. I know somewhere that you and I. はい、こんにちは、マリアです。で今日は、御在所岳に登っていきます。今年はコロナの影響で海外にも行けないので、御在所 のビアフェラータって言われてる岩の道を進んでいきたいと思います。じゃあ行ってきます。ビアフェラータ、イタリア語で鉄の道を意味する、一般の方も楽しめる、イタリア生まれの登山とクライミングを楽しむ新感覚トレッキングで、ワイヤーロープなどで整備された岩場コースのはずでした。今日は遭難対策に必須のアイテムを使いながら登っていきます。それはヤマップのアプリです。現在地が簡単に確認できるので、ルートミスを防ぐことができます。今日はそれで地図を確認しながら登っていきたいと思います。懐かしいな。冬にしか来たことないから、なんか夏に来るの新鮮ですね。やばい、あのすぐ横を通ろうとしてた。これはそーっとちゃんとした横から通って上がりましょう。危ないので。うわびっくりした。初めて見た。ちょっとゆっくり、そーっと刺激しないように行きます。いや、びっくりした、スズメバチの巣。怖っ。小屋の前に着きました。今日誰もいないな。島内小屋、ちょっとメロンパン休憩しようかな。この辺でちょっと休もう。
今日は無事なメロンパン。あ、ちゃんと丸い。感動。美味しそう。うん。暑い、しかし。考えた人天才ですよね。このパリパリの外側とメロンパン、マジうまい。はい、今ちょうど小屋を出てきたところですね。じゃあ楽しみのイアフェラタに向かって歩いていきましょう。とりあえずウサギの耳を見つけないと。一般登山道はね、あっちなんで、ここ、こうやって歩いていけるんですけど、楽しいので、横から来てます。で、ウサギの耳は、こっから反対側に、向こうに行きます。このまま、まっすぐ川をこっちに登っていく感じですね。この左にそれて上がっていくみたいですね。行ってみましょう。おお、登るんかな。あ、道あるじゃん。合ってるのかな。合ってるんだろうか。あった。マジか、すごいとこ通ってくな。え、どこからやったんやろ。わからん。こっからどう行くかさっぱりないんやけど。わからないわ。ちょっと向こう側に渡ってみます。行ってみよっか。いや、もう分かんないよ。なんか普通にクライミングのとこ来ちゃってる気がするけど違う。こんなとこだって普通に行く。あった、あった。いや、こんなんなんや。やばいな。ということで、ここからハーネス履いていきましょう。は
い、じゃあ途中道を間違えて途中からスタートになっちゃいましたけど、今からこれを登っていきます。しかもさっき蜂にスズメバチに追いかけられてめっちゃビビってちょっとうろうろしてたんですけど、じゃあ今から登っていきます。よいしょ。ちょっと足滑った、足がもつれた。よいしょ。なわけない。危なすぎんだってこれ。噛まれたくないし。一番安全なとこから行こう。これ本当に本当にこういう感じ？落ちてるこれ。落ちてるじゃん。てんじゃん。これ合ってるルートなんや。謎やな本当に。よいしょ。
ないってこと、紐。いや普通に紐付いてってことだもんね。やばくない？危険ほどじゃないけど危ないね、本当に。いやこれ一瞬で取れなかったな。いやまあまあ多分あの辺ぐらいまで危ない。まあまあ危ない。言うことないけど危ない。なかったけどね。なんかこっから出るんやね。道に出たぞ。いやで惜しかったのが、本当だったら一番最初から行きたかったのに、多分途中最初すっ飛ばして途中からスタートしちゃったのでもったいなかったな、せっかくここまで来たのにっていう感じなんですけど、どこを多分最初のとこ右行っちゃったのがあかんかったんやろな。そう、まあ、ということでちょこっと登って、下山したいと思います。うわ、なんか懐かしい。冬に登ったとこ。てか下山でここ使ったもんね。ロープウェイがあるから人が多いですね。
御嶽山の神社ここにあるじゃん、お参りしてこ。どうもお世話になってます。お久しぶりです。今日もいい天気ですね。金華山の山頂にも御嶽神社あるんですけど、いつもお参りして帰るのでここにあったっていう。ほんじゃ行きましょう。はい、おトイレ休憩。ジュース買ってこっかな。あ、最悪カルピス買おうと思ったのに売り切れじゃん。景色が全然違う。前来た時は、まあ、冬は天気悪い日は御在所登るって感じだから、天気がいい御在所初めてやね。はい、到着しました。だけ寄って帰ります。本当の頂上は蒙古台にあるそうです。今日はここから降りたいと思います。はい、表道、迷い注意だって。いや、迷ったわ。今日も入り口が全然わからんかった。なんかさっき歩いてる人に聞いたら結構わかりづらいみたいですね、ビアフェラータの入り口が。でしかもやっぱり最後のやつ、今なんかもう撤去されてるみたいで、紐が危なかったでしょうって言われて、危なかったですって感じですね。あれは危なかった、本当に。今日プロテイン持ってくの忘れて、コンビニで急いで買って、いつもと違うやつ。あ、おにぎり1個じゃちょっと足りんかったな。ありがとうございます。お邪魔しました。失礼します。はい、ありがとう。御在所御嶽神社登山道。もうすごい、ありがとうございます。無事下山できました。帰ります。はい、出ました。はい、お疲れ様です。あ、山道は抜けました。で今から米山温泉のロープウェイ駅、御在所ロープウェイのとこまで行ってバス乗って湯の山温泉駅まで帰りたいと思います。いや、なんか楽しい、今日のルート楽しいっていうか、なんか本当に一瞬で終わっちゃったんで多分道間違えて最初から楽しめなかったので、うーわ、でっかいバッタは、そう、その皆さんにビアフェラータ最初からお見せしたかったんですけど、ちょっと途中からになっちゃったのがちょっと残念だったなっていう感じですね。ということで、もうちょっと歩いて、どれくらいかわからんけど、2、30分かな、駅の方まで行きたいと思います。
はい、お疲れ様です。で GPS 持っててもね、道に迷うことは迷うので、まあでも迷ったら分かるので元の場所に戻ってこれるって感じです。なんで今日はこんな感じでちょっと山っぷ使いながら登ってみました。まあ、いつも使ってるけど今日はちょっとそれを映しながら、今日明日と連休っていうか2日間休みなので、明日はブナヶ岳に近所の山に登りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。